東京都知事候補、無所属、吉田万蔵59歳、東京都目黒区生まれ、北大歯学部卒、太田病院歯科を経て、河原歯科開設、元足立区長、現在、東京民主医療機関連合会副会長、では続いて、吉田万蔵さんの政見放送です。 東京都知事候補の吉田万蔵でございます今若者からお年寄りまで都民の暮らしが大変な時です私は都民の暮らしをしっかりと守る都政を作りたいそういう思いで立候補いたしました何よりも暮らしの安心こそ政治の第一の責任私は そ,れをそのように考えております2期8年続いてきた石原都政は暮らしの予算や年間わずか数十万円の障害者の予算まで削って都市の再開発などにお金をつぎ込んできました石原さんは今度はオリンピックだと言い出しました私はオリンピックの名前で築地市場の移転や さらに総額8兆円を超える大型開発を進めようというのが本音ではないかと見ています皆さんそろそろこのような税金の使い方を変えなければならないときではないでしょうか私吉田万蔵はこの石原都政には3つの転換が必要だと考えております一つはとんでもない都政の私物化 税金での飲み食いこのようなことはきっぱりとやめて都民の声が届く都政に切り替えることであります。二つ目は私たちが汗水流して納めた税金の使い方を大型開発中心の使い方から都民の暮らしを支える暮らし優先の使い方に切り替えることです。3つ目は 憲法を変えようという動きが強まっているときです。私は憲法9条を守ります。そして、人間を大事にする憲法を都政の基本にしていく、そのような転換であります。私物化をやめる、大型開発にメスを入れる、憲法を生かすという3つの転換こそ、本物の改革かどうかの鍵ではないでしょうか。 私、吉田万蔵はその上でまず壊された医療や福祉を立て直し格差と貧困の解消に全力を挙げます65歳以上の医療費助成制度を新たに作るとともに寝たきり高齢者への介護手当をスタートさせますシルバーパスの負担軽減のために3,000円パスを導入し順番待ちが 4万人もいる特別養護老人ホーム建設三倍化をはじめ高齢者のための在宅と施設の体制整備を進めてまいります東京全体での中学3年生までの医療費の無料化と合わせて出産費用の無料化子育て世代への家賃補助を行います子どもたちが のびのびと育つ環境を作るためにも。小中学校の三十人学級に着手いたします。学校への日の丸。君が代の強制は。直ちにやめるようにいたします。また。十年間で。非正規雇用が五百万人も増えた現在。働いても、働いても苦しい生活の。ワーキングプアが問題になっています。私は。 特に暮らしが困難な人については月1万円の緊急生活応援手当を作ります木造住宅やマンションの耐震補強工事の助成をはじめ防災対策を強化するとともに緑と環境を守っていきますオリンピックの名前で毎年1000億円の積み立てをしている財源や 開発事業にブレーキをかけるだけで約2000億円の財源をすぐにでも確保することは可能であります地図の上に線を引くような街づくりではなくそこで暮らす人間の息遣いが聞こえるような街歴史と文化の香りのする東京アジアや世界の人々に 相互理解と平和のメッセージを発信する世界都市東京を作るために私吉田万蔵は元気いっぱい頑張ります庶民の代表吉田万蔵に皆様の大きなご支援お願いいたします無所属 吉田万蔵さんの政見放送でした。